日のラインナップ、ブルイズモンテディオは劇的弾により3連勝を果たした藤枝戦を解説、さらに今夜行われる千葉戦のポイントも。山カルチョはフットサルの全国大会出場を果たした東根市のチームに注目しました。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。こんにちは、モンテディオ山形の情報をお伝えするブルイズモンテディオ、今日は第29節藤枝戦を振り返ります。連勝を3に伸ばし、プレーオフ圏内との勝ち点差を少しでも縮めたい山形、試合開始からわずか3分で見事な先制攻撃を仕掛けます。右サイド河合のパスを皮切りに横山、藤本、横山、フィニッシュは宮城天、連動したテンポの良いパス交換で相手の守備網をかいくぐり、加入したばかりの宮城が山形での初ゴールを決めます。しかしその後は攻守においてアグレッシブに仕掛ける藤枝に防戦一方の展開へ。後半開始早々同点に追いつかれてしまいます。そこで山形は攻撃的な選手を立て続けに投入すると、その采配が見事に的中。アディショナルタイムにドラマが待っていました。藤田がパスカットからクロスを上げると、こぼれ球を南が優しく横へ。そのボールを丁寧に流し込んだのは後藤祐介。2試合連続途中出場で値千金の決勝点を奪い、チームを劇的な勝利に導きました。この気温の中で、まあ自分たちのやりたいことができてなかったですし、相手にこうずっとボール持たれる中で我慢強くできたところが、こういう結果につながったと思うので、それは良かったかなと思います。自分たちはより、いい時間帯を増やしてやりたいですけど、やっぱ難しいゲームって必ずありますし、それでこうなんとか乗り越えてきた集団なのでね、こういう勝ちもしっかりとまた、自分たちの糧にしていきたいと思います。山形はアウェイ2連戦で苦しみながらもきっちり勝ち点6を積み重ね3連勝です。今回私が注目するのは素晴らしい連携が生み出した先制点。ポイントはスペースの有効活用にありました。まず最初にスペースを生かしたのはトップ下の田中航。中央へのパスコースを閉じてくる相手のプレスに対し、中央からサイドへ立ち位置を修正。ライン間でボールを受けることで攻撃を一歩前進させます。続いてスペースを活用したのは横山瑠衣。田中が河合からのパスをスルーした後、相手の背後を狙う裏抜けの動きを見せたことで、本来パスを出したくなるのはここ。しかし横山は相手がそのスペースへのパスを警戒していることを瞬時に察知。そこで次に生かそうと判断を変えたのはここ。相手守備の意識とは逆のスペースを藤本と共に生かすことで、さらに相手が嫌がるエリア深くへの侵入に成功。そしてラスト、スペースをうまく生かしたのは宮城天。相手に外側に走ると見せかけ、パスが来る瞬間内側のスペースへ方向転換。複数の選手が連続して相手がケアできないスペースをタイミングよく生かす。この一連の攻撃をゴールという形で見事に仕上げました。今夜7時からはホームに千葉を迎えます。千葉のデータで特徴的なのがパスが渡る前にボールを奪うプレー、インターセプトの数がリーグトップであること。第2節で戦った際も高い位置からプレスを仕掛けられ、インターセプトからボールをロスト、素早いカウンターから失点してしまいました。これは前節藤枝戦でも何度も仕掛けられた形。今節も同様に気をつけなければいけません。そしてもう一つ気をつけたいのがこのゴールを決めた小森選手。ここまでリーグトップクラスのゴール数を決めています。今日の試合でも最大限警戒しなければいけません。
今夜の千葉戦ではこちらの夏服が1万2000人に配られます。連勝を4に伸ばし、まずはプレーオフ圏内に入れるよう山形一丸で応援しましょう。最後にお知らせです。番組をご覧の皆さんに J リーグ30周年記念スペシャルブック「ザ・デザイン・ストーリー・オブ・ J リーグ」を3名様にプレゼントします。ご希望の方はさくらんぼテレビホームページからご応募ください。アマチュアから話題の取り組みまで、山形のサッカー・カルチョをさまざまな視点で紹介する山カルチョ。今回山カルチョが注目したのは、今月全日本アンダートゥエルブフットサル選手権大会に出場した東根キッカーズ。創部22年目、東根市内44人の小学生が所属するサッカーチームです。普段は外サッカーがメインですが、取材したこの日は全国大会に向け体育館での練習に励んでいました。5人制で行われるフットサルは試合展開が早いため、素早い攻守の切り替えや狭いスペースでの個人のスキルも重要なスポーツです。外サッカー、あとはまあ室内サッカーを含めて、基本パスサッカーをこうベースとしたチーム作りをしてます。その中にも個のスキルをやっぱり上げていくっていうのがジュニア年代のテーマだと思うので、そこはもう徹底してやろうかなと。チームが得意とするパスサッカー、丁寧なパスやトラップ、パスを出した後の動きなど、一人一人が高い意識を持って練習に臨みます。こうした日々の努力が実を結び、5月に開催された新庄地区予選では4戦全勝で優勝。県大会では準決勝で PK 戦にもつれる接戦があったものの、予選リーグから一度も負けることなく見事初優勝を成し遂げました。一人一人がこうプレーに対して諦めないっていうのがのゲームの中で本当に見れたので、あとはもうその大会の中でもうチームとしてもそうだし、個としても成長できた試合だったので、それがもうなんか勝ちにつながったのかなって思います。大会を通して成長し、全国への出場権を獲得した東根キッカーズ。チームをまとめるキャプテンは菅原信玄君。一人一人がめっちゃ元気いいし、戦術ドリブル技術もすごく高いんで、自分はキャプテンだけどみんな頼れる人だと思いました。県大会のレベル、特に準々決勝と準決勝、あれすごくレベル高い状況でやって、東根キッカーズのその実力も知れたし、この中でもできるんだってことが知りました。そして県大会優勝の大きな立役者がゴールキーパーの阿部優吾くんです。 PK とかになると相手もやっぱシュート力が強いし、距離もサッカーとはやっぱ全然違うので、やっぱその怖さっていうのはやっぱりちょっとあります。前よりは全然もう怖さは克服できてる気がします。一つのミスとかでもポジティブに次こうやっていこうとか考えることで、次のレベルアップになったり成長を得られる部分があったりします。チーム一人一人がより高みを目指し成長し続ける東根キッカーズ、念願の全国の舞台でも勝利を目指します。山形県代表としてチームの強さを生かし、一戦一戦大切に正々堂々と戦っていきたいと思いました。そして今週行われた全国大会では奮闘するもグループステージで惜しくも敗退しました。すでにチームは冬の全国大会出場に向け練習を再開。東根キッカーズの挑戦はまだまだ続きます。今回のみんなのシュートはクレジさんから。
リフティングやドリブルなど技を披露するフリースタイルフットボールのパフォーマーを目指しているクレジさん。今回はボールの上に立ちバランスを取りながらボトルグリップをする様子を送ってくれました。ペットボトルを回転させて地面に落とし倒れないように立たせるのが難しいんだとか。皆さんもサッカーに関する動画や写真をどんどん投稿してくださいね。どれだけまたパワーを持って90分間できるかっていうのを考えていかないといけないなと思うので、まあ、でも本当に我慢強くできたことが一番だと思います。はい。